毎度おはようございます。本日も明るく楽しく元気よく健康ブロッコリーどうぞよろしくお願いいたします。ということで、ただいまね、起きまして空腹に耐えております。空腹にむちゃくちゃ耐えております。そう、なんか食べたいなと思うんやけど、とりあえず歯磨き20分間したった。口の中に何かを入れといたら空腹紛れるかなと思って、そう、歯磨きで耐えた。今からね、この浦安でお荷物を下ろしまして、今日は市川の方にね移動して、2軒目市川でお荷物を下ろして、まあ帰りにはね、まだちょっとどっかわからないんですけども、下ろした時点で電話して、まあ帰りに積んで帰るっていう工程ですね。いや、腹減ったな。絶対今回の関東工程帰ったらさ、お腹とさ、背中がさ、こうピカーンってなってるはずやば、くびれてるって感じになると思うんやけど、まあ皆様ご期待ください。よし、あと5分ぐらいで荷下ろしやな。納品完了、浦安納品完了でございます。おかしいな、もう10時や。8時50分予定やったんやけどさ、呼ばれたのが9時20分やったわ。ということで交差点、よし、ただいま10時でございます。まあ10時半ぐらいには、よいしょ、市川には着いて、ナイス、歩行者保護ナイス、交差点よし。で、あれやね、帰りの荷物ね、電話したいと思いますけども、帰りの荷物どっからやろな、ドキドキするな。あんまりこう積むのに難しいところは嫌やな。ややこしいとこね。交差点よし、はい、着信します。この道はね、この前も走ったところやから、あれ金曜日に走ったところやから、で今日まだ水曜日やん、まだ覚えてるよね。あ、水跳ね怖い。あ、ナイス。なんか赤灯回ってるで、向こうで。なんやなんや、めちゃめちゃ赤灯回ってない。消防やな、消防車がおるな。あ、動いてんな。警戒中なんかな、警戒中っぽいな。交差点よし、はい。おー、結構降ってきたな。また中心のすぐ内側からの右寄り、歩行者はなし。はい、わかります。オッケー、ナイス。さあ、間もなく到着でございますね。雨がまあまあ降ってまいったな。なんでやろな、最近雨多ない？めちゃめちゃ雨多いよね。まあ夏近づくにつれてね、ちゃんと水蓄えといてもろた方がいけたかもね。ダムとかもええやろうから、雨降るのはいいことやろうけど。そう、ここな、漁港あんねんな。すごいね、漁港やで、漁港。もう江戸前寿司の宝庫やろな、この辺な。いや、わからんけどな。どこやったっけな。よし、じゃあちょっと納品してきます。市川納品缶の量からの、今日は帰りにが2軒積みでございます。そう、千葉県千葉市から積んで、あともう一軒は、あれ、何なの、川崎の東扇島から積んで帰ります。まあ、2軒積みの2軒おろしっちゅう感じですね。千葉市積み込み缶の量ちゅうことで、やっば、飯食う時間ない。12時半頃入って、まあなんやかんやで、そう、12時45分ぐらいから、そう、場所がわからんくてさ、どこに積みに行ったらいいか、めっちゃでっかい敷地の中にそこの会社があって、で、まあヒロ兄にいろいろ聞いて、ヒロ兄がそこ結構行ったことあるから、いろいろ聞いて、どこどこって聞きながら行ったんやけど、まあそこに行って、で、12時50分ぐらいからかな、積んでくれて、今ね、1時15分ということで出てまいりました。積み込み缶の量、交差点よし、中心のすぐ内側。今からね、人生初めてのアクアラインっていうのを渡って、東扇島の方に向かいます。やばいな、飯マジ食う時間なくなったな。
今日はあれやな、飯なしで行こうか。まあ一日ぐらい飯食えへんかったら行けるやろとか言いながらあれやでな、もうどっかで着いたらなんか食うやろうけどな、なんかってそばしかないけど、そば、うどん、冷やし中華、あ、冷やし中華行こうかな、冷やし中華とそばを食べようかな。また高速乗りたいんやけど、どっから乗れるんやろうか。あ、この道さっき降りてきた道なんかな。よいしょよいしょよいしょ、 OK。 おー、ラブリーなホテルある。あ、これか。あー、ちょっと待ってちょっと待って、ここから入っていけるんやな。これやな、蘇我やな。 OK、 こっから乗っていくんやな。よしよしよし、今食えるのって言ったら食パンにこのチョコを塗ったのしか無理よね今市原かのサービスエリアやってさ、週刊店舗やってこのチョコ塗ったった。
たいですね。どっからやっぱ この辺からこれ越えたら海に入っていくんやろな。すげえ。海やで、海。海の下やで、海底やで。すげえじゃん。やばいやばい。住み込み、車止める場所も遠いし、外部倉庫やし、もう時間3時やで、3時。帰られへんで、マジで。めっちゃ遠い。今からパレット積みやと思ったらバラ積みやったわ。バラ積みで150ケース。まあちょっと頑張って積みますか。今東扇島ね。東扇島でいてまーす。積み込み缶の量暑い、暑すぎまーす。ということで、積み込み缶の量いたしました。ただいまの時間、3時50分。もう4時や。4時やぞ、4時。まあ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 、東扇島で4時やったらええとか。びっちょびちょやん、髪の毛。デコ広いのバレる。やーば。いやー暑いわー。明日の着時間10時半やったな。10時半と、まあ AM やねんけど。いやーもう10時半着やからな。どう考えても尼崎は AM 間に合わんな。ちょっと電話して言うといた方がええかな。うん、それは言うといた方が良さそうやね。今日どこまで行こう。神戸西やねんけどさ、インター一番近いの三木尾のなんよ。そう、三木尾のからちょっと下ったところに明日配達やねんけどさ。いやー、三木尾のか、今日どこまで行けるかな。もう早止まって10時半着やからもう4時から出てもええねんけどな。そういう風にしようかな。これ出口どこ？出口どこ？おぉ、パニック。出口どこや？これみんな左に行った跡があるから左しか行けんねやろな。ああ、そうやな。右折禁止って書いてあるのか。横断歩道、じゃあ歩道前。OK です。よっしゃ！出た！出ましたー！ナイス！よっしゃー！ほな、東扇島から乗って、内国から K7 上がって、それで行きますかね。いやもうだってこんな時間やからな、言うてもな、4時間走っても7時42分か。悩むね。だいぶ悩むよね、どこまで行こうかね。明日10時半着やからな、10時半着やからなーんって思うけど、まあ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 大丈夫でしょうということで、このまま進んでいきましょうかね。って何が大丈夫かわからない。大丈夫じゃないよな。何も大丈夫じゃないよな。もうこのまま行ったらパーキング止めるとこもないやろうし、絶対大丈夫じゃないやろうけどな。右合図、右速報、よしやります。全然大丈夫じゃないやろうけど、まあ大丈夫ということにしとこよ。もう今日はあれやな、ちょっと8時オーバーするけど、飯は食わしてもらおうか。あ、これ左折った方がええんか。左側方、よし、はい。暑いわー、ほんま。めちゃめちゃ暑いわー。あー、でもやっと積み込めた2軒分ね。幸せやわー。めちゃめちゃ順調よ、来たにさ、左ルート火災走行注意、渋滞中へで、ウェーッと思っとって、ほな右ルート行くわーと思ったら、右ルート故障車渋滞中へ。どっち選んだ方がええ、どっちの方が早いんよ。だから真ん中でおんねん、どっちでも行けるように。あー絶対あれやでな、火災の方行ったらあかんでな。どっちか言うたら故障渋滞の方行った方がええでな。火災なんか消防車来てやもんな。でもあれやな、こんだけ雨降ってんのにな、まあ火はな、火はもう燃料とかオイル系とかな、ゴム系燃えたら雨降ってても関係ないもんな。新東名に入ります。あれやな、ほんま富士山も見えへんしな、見えへんしなって。ないやな、見えへんしなー。
行掲示板何も書いてないよ。どういうことか。行ってのお楽しみっちゅうやつ。あれやったわ。今足柄のさバス停のところにさ、もう燃え尽きてしまった平社が止まってたわ。最近ほんまトラック燃えるの多ない？まあトラックだけじゃないけど車もそうやけどさ、やったら燃えるの多ない？なんでバーストしたところから火が出てしまってるってことなんかな。怖いよね、火が出てしまうのね。あんな火出たらな、消火器でプシューやったからな、もういろんなとこ燃え移っとったらもう遅いやろしな。もうマジで燃え尽きた車が止まっとったね、足柄のバス停にね。無理や、腹リリリリして、もう喋られへんなってきた。糖分がたまんねや。あざとや。まあ今日はまあまあやったけど、まあまあ帰ってこれてるよね。そう、今日はさ9時からスタートして、まあ荷物を下ろして、で2軒目、それ浦安で下ろして2軒目が市川行ったんかな。市川が10時半ぐらいやったんか。で積みに行ったのが千葉市やな、うん、千葉市で12時50分に入ったんやけど、まあ12時50分に積んでくれて、なんやかんややって1時10分ぐらいに出て、アクアライン渡ってちゃうな、1時半頃出たんか。まあ、で2時半頃に東扇島に着いて、でそこで積めるんかなと思ったら外部倉庫やって移動して、外部倉庫受付行くの車いっぱい止まっててさ、なかなか受付行けなかったんよ。そう、んで受付行って、んで、まあ今や、ナウやん。ナウが今、17時49分、まあ5時50分やね。まあ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 、ええ感じやない？でも僕はもう浜松で終わろうとしてんねん。そう、明日もう10時ちょっとやからさ、そう、まあ6時頃出て、うん、4時間、あ、10時半着、4時間半の余裕持って神戸まで行こっかなって思ってます。さあどうや、浜松混雑、下原マン、岡崎コーンってことは、岡崎まで行ってしまうとあれがマンに変わるから、もう浜松で終了しようかな。あと300キロぐらいから、まあ単純計算80で行って橋30に4時間で着くから、6時に出たらまあ10時30分余裕持って10時半行けるな。左速報よし、はい、やりまーす。それで行きましょう。あれやでな、ほんまにこう下道移動してたね、運送会社さんがもうどん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 高速利用になってきてるから、パーキングマンのほんまに早なったよね。むちゃくちゃ早なったよね。ほんま、まだ言うても6時半やで、6時半とかまだスカスカやったやん。それがさ、もうこんな感じになってやもんな。あかんな、フルやな。フルフルフル。フル装備っちゅう感じやな。ははー、ほら。フルフルフル。フル装備？まだフルフルフル。もしかしてフルフルフル。フルフルかな、ちょっと待って、怖い。あー、ちゃうやん、フルフルフルじゃないやん。コンコンコンやん。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。燃料は岡崎で明日入れるから、あ、いけるな、どこでも止めなさいな。左速報よし。でもなんか、なんでこんな、え、なに、ケツ入れ、ケツ、どういうこと、どう開いてんの、ほんまに、え、どこ開いてんの、奥？奥行けってこと？奥行く？開いてないよ。なあ、ケツに止まってる車があるから、あれはあれかな、気使ってケツ止めしてんのかな。またこの辺開いてないかな、開いてないな。
ってきておいて、このレーン入ってこない奥行かれへんもんな。よし、行けへん、行けへん、こわ、オッケー、オッケー、行こう、奥行こう、奥行こう、もう大型専用駐車場、奥のどこに停めますか。あれは卑怯やでな。あれはちょっと邪魔やで、さすがに。止めれる場所を止められへんようにするのはやめてくれ。それは同業者としても良くないことやと思うぞ。うわ、最悪や。最悪や、止めれんかった。うわ、地獄の始まりやな、これ。やばい、やばい、やばい、やばい。やばいぞ。流しの下ろら腹がまんやろ。うわ、地獄の始まりやな。始まってもだな。また全部止まっていこうか。全部止まっていくしかないな。うわー、終わったな。流しの人ら岡崎が満々になったな。またや、またあの悪夢や。もう満車の悪夢やで、これ。また無理くり、もう無理くり止めていくしかないな、ほんまにな。さあ入ろうか、長篠のシトロラハラもうはっきり読まれへんやな。長篠のシタラガハラな。左側はよし、はい、入りまーす。てーはらららら、そうよね、そうよね、そうなるよね、そうなるよね。マジでありがとうございます。トイレ前ゲットいたしました。テンション上がった。はい、ありがとうございます。よし、終わろう待って待って、マジで最高じゃない。なんなん、トイレ前よ、超トイレ前やん。おトイレに行く僕からしたら最高の場所やん。なんでここ開いたん。さっき出てった車ここに停まってたんか。はぁ、なるほどね。ありがとうございます。 OK、 最高。五郎丸パワーかもせえへんな。五郎丸パワーやな終了点呼しとくわ。従業員番号を入力し、認証点呼情報を入力し、点呼接続
ボタンを押してください。終了の対面点呼しとくわ。管理者に接続しています。しばらくお待ちください。めっちゃええとこ止まれたな。一番いいとこじゃん。最高やん。お疲れ様です。お疲れです。早速嬉しすぎるからさ、トイレ行ってくるわ。喜びのトイレ行ってくるわ。そう、喜びのトイレ言うて、やったなぁ。ここやったら6時半に出ても余裕やん。けー、しかも飯の時間まだ1時間あるし最高やん。喜びのトイレ言うて行ってくるわ。ちょっと待ってよ。よっしゃ、よし、とりあえずトイレ、やったな。オッケー、よっしゃ、よし。冷やし中華サラダいただきます。まず第1弾目、第2弾目があるからね、今日はね。あら、混ぜたはずやないな。全然混ぜれてなかったな。しゃあ、うめえけど食べづれえな。そら野菜をプラスされるなんか思ってないもん。こうやって野菜をプラスする人もおるので、お箸の持ち方ほんま教えてもらおう。ちょっとお箸の持ち方がよくわからん。ああ、シャキシャキ感があれば、このサラダのシャキシャキ感がたまらん。これが美味しいわ。あ、冷やし中華マジうまい。さあ、2杯目を食べたいとは思いますけども、まあゆっくりね、今19時41分なので、ゆっくり食べて、歯磨きに行って、で寝て、明日は5時15分に起きて5時半には出発したいと思います。はあ、よかった止めれて。本日もご視聴ありがとうございました。それではグッドボタン、良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録、そしてコメントよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた明日か明後日お会いいたしましょう。おきに、さよなら。